あ、大丈夫です。はい、どうぞ。よかった、よかった。はぁ、ちょっと参っちゃった。皆さん、本日は生駒ケーブルにご乗車くださいましてありがとうございます。このケーブルは宝山寺行き各駅停車でございます。発車までしばらくお待ちください。なお、車内は禁煙でございます。おタバコはしばらくご辛抱ください。さあ、無事宝山寺までまた戻ってきましたけどね、まあ、せっかくやからちょっとプライ取りて見てきましょうか。こっから先は20分に1本なのかな。こっちから先は20分に1本で、こっちは40分に1本なんですね。あ、こっちは IC 切符使いですね。こんな感じなんですね。インドネシアパリ料理。すごい。旅館もあるんですね。喫茶店。まあ、閉まってるのかな。うわ、結構アップダウン消し当てるんですね。で、こっち行ったらずっとあるのかな。こっちからもう降りて、行けるみたいですけどね。この先の工程もありますんで、ちょっと今回は。この奥ずっと登ってたところに宝山寺があるらしいですけどね。前回でね、昨日の鉄は不満ようにだけね、まあ、またちょっと改めて行きましょう。これはケーブルカーまだ乗りに行きましょうね。でも結構一般の利用の方もいるんですね。あ、もう出るか。次のにしましょうか。40分で、次は11時ちょうどに出るはずですからね。まあ何も急いでませんから。覚えてきますね。そういえばこれ考えてみたら、今回ターミナルの特集ですから、三条駅でもターミナルでしたけど、ここもターミナルターミナルですね。運転丸ってなってますけど、営業案内が、営業時間が書いてないじゃないですか、営業期間が書いてあるというのも面白いですね。標高はこれ642メートルあるんですね。ああ、いやー、すごい景色でした。うん、すごいですね。めっちゃレトロな担架あるんですね。担架で運ぶの大変そうですけどね、これ。ケーブルカーですからね、そう。なかなか行った後ね、見ることがないですから。当たり前ですけど、ここでケーブルを巻き上げてるんですよね。で、ずーっと降りてって。この中にあるんですね、ケーブルの機械が。ずーっとあのケーブル、ワンちゃんの方をね、下ろしてって、そうすると、先で、もう来るかな。そこで多分違うはずですからね。あ、来ましたね。ミケが来ましたね。ミケとブルでしたっけ。で、ケーブルがね、一本ずつ。この先が一本になってるの分かりますかね。で、横がないですよね。こっち側はないですよね、ケーブルがまだ。で、こっちのケーブルを引っ張り上げて、ずーっと来て、これちょうど半分なんですね。これは自動プラグなのかな。そうですね。特にここで入れ違いましたよね。そうするとここから2本なんですよ。で、ケーブルがこれ分かれてるの分かりますね。で、こっちのここを通っていくと、ここを電車が通っていくと、
ちゃんとなって、そのままこう繋がってくるんですね。すごくシンプルな作りなんですけど面白いですよね。一般の鉄道ではあまり見ない構造がいっぱいありますからね。でもう片方の方をこうずっとこの三毛号を引っ張り上げてきてるわけですね。でそれぞれの車両が重しになってることによってこうバランスを取ってるってことなんでしょうね。こういう時もまだまだガーッと登ってきますからね。こんだけずっと登ってきますからね。こんな感じで丸バツやってるんですね。一応乗り換え合わないとこうやってあるんですね。で、まあ腕で見とって飽きないで、ここにね、ありますね。生駒、信楽生駒、市議生駒、作戦、同作戦区ですかね、っていうのが、こう正式流れなんでしょうね。さあ、ということだ、電車が。電車じゃないんですけどね、電車になるのかな。一応電動では動いてるのは動いてるんですけどね。面白いのはこっちは完全にケーブルだけでね、あ、引っ張ってますけど上に架線あるんですよね。架線から一応電気は取ってるんですね。こっちも同じく、こっちに線がちらりと見えますね。いやでもこれはね、休園中でしたね、あれでしたけど、あちらみですんで、ケーブルのないところにはケーブルが来てないということです ね, ね。今回の目的はこれですよ。端っこを取りましょう。ターミナル。いやまさかここにね、間があってね、それぐらい調べときだった話なんですけどね、まさかダブルでターミナルを取れるとはね。ターミナル日和じゃないですか。いいじゃないですか。さあ、来た来た来た、よいしょ。こんにちは。います。はい。よいしょ。出られるときはボタン押してもらったら。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。そういえば、そういうのシートも。ここが乗務室になってますね。今一人しかいませんから、ちょっと好きなだけ撮らせてもらいましょうか。せっかくですからね、いろいろと撮ってみようと思いますよ。まあこんな感じでね、シートもね、全部ね、ミケとブルになってですね、あの上の方のやつもそうでしたね。さあ、で、運転手はこんな感じ。先ほどにね、ちらっと出してましたけど、ここであのね、ブレーキ操作とかしとるわけではない。一応多分緊急ブレーキみたいなのはあるはずですけどね、そうなんですよ。運転手じゃないですね。乗ってる人は乗務員ですね。どういう係員さんみたいなとかになるのかな。うん、運転自体は上のところに、ね。やがて、もうこんなにケーブルカーですから、中に階段がどこかありますからね。でも、ロープウェイと違って、足元は緩かないんでいいですね。さあ、ここから行きましょう。ターミナルね。好き放題撮ってますけど。この上が一応運転室になってるのかな、確か。そこから確かモーターの巻き上げとかやってるはずですけど。違ったかな、下かな、うん、今は下にあるんやったかな、うん、一応優先座席なんかもあるらしいですけど、まあそのね、せこせこせんでもいいような感じのあれですけどね。面白いですね。こうして見てみるといろいろとデフロスターとかもこういうふうについてるんですね。どこどこですね。隣は特に今重地になっとってずっと動いてないみたいですね。山頂の方もすごかったですけど、ね、ここまで置いてくるとだいぶ肉眼でも見えますね、駅がね、これ1個前の駅か。
はい、ありがとうございました。結構で帰ってきましたね。ちょっとターミナル取っておきましょうね。あ、一気に取りましたっけ。さあ、ということでね、改めて生駒まで、あ、どうもありがとうございました。